っしゃー。はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。あらやった。はい、お違反しましょう。本日のお違反、キムチ鍋。なんかね、あのスーパー行ったらね、あの鍋の材料がもうすごい安くて、白菜4分の1で50円とかさ、エレンギでいいんだよね、エレンギもなんか58円とかさ、まあ、の豚肉がさ、あの 100g 68円、国産よ。こんなに安いならもうキムチ鍋しようと思った。なんか新しくね、ロピアができてからね、本当あのそのロピア周辺のね、スーパーのね、戦略が変わったというかさ、もう対抗意識むき出しよ。はい、お疲れ様です。はあ、はあ、おいしいね。まあね、安い分にはね、消費者としてはさ、まあ、ありがたい話ですよ、本当。あれだからもうお野菜たっぷり入れてさ、白菜とキャベツと、あ、長ネギ入れるの忘れた。はあ、なんか何か一つ最近忘れんだよな。どうしよう、もういいや、もうこのまんま、もう、はあ、長ネギ、なんで俺長ネギ入れなかったんだろう。あ、なんかすんげえショック。もういいや。長ネギって今日買ったんじゃないの、あの冷凍庫で冷凍してある長ネギがあって、それを入れようと思って忘れてた。あー、抜群にうまい。うん、おいしいね。長ネギなくてもうまい。まあ、どんどんスーパーの競争激しくなってくれるね、ほんと。ねえ、安い合戦とかさ、うん、うまっ。あったまる。これ全部食べるわけじゃないか、今日、明日の朝ごはんも兼ねて。朝ごはんにこういうの用意しとくとさ、楽なんだもん。朝温め直すだけでいいじゃん。
にしてもなんか作りすぎたか今日は。豚肉が安かったからいっぱい入れたからなんだよ。そう考えると長ネギ入れなくてよかったんだ。あーまあ、明日バレンタインか。もらったらもらったらお返ししなきゃいけないからめんどくさいよね。これ前さ、本当にあった話なんだけど、そのバレンタインでチョコレートもらったのよ。で、まあ、完全なギリよ、ギリギリ、まあ、本格的なチョコレートのギリ、あのギリ、なんていうの、なんていうかな、あのチョコレートをたくさん買ってきて、それをさ、あの自分でビニール袋に小分けにして入れて、どうぞどうぞみたいなのを配ったような、多分その1個、まあ、100円もかかってないんだろうなっていうチョコレートをもらったの。だから一応その値段を調べて、まあ、倍ぐらいのものを送っとこうと。だから100円ぐらいだろうなと思ったから、まあ、250円ぐらいのもんでいいやと思ってさ、安いのを 送り返したら、向こうも金額調べててさ、250円のお返しありがとうって言われたことがある。だからもっといいのをよこせって意味だったんだろうなと思った。これ本当の話なんだから、正直びっくりしたけどね。やっぱ女の人もさ、お返しを期待するんだろうね。優しいカツアゲだよ、ほんとバレンタインデーなんて。あ、お返ししなきゃいけない。チロルチョコもらったからっつって うまい棒返したらダメなんだよ、あれな。あ、そう、チロルチョコもらったってなんか言うの買わんといかんって。チコちゃん、男は辛いんだよ。チャーン、チャラララララララ、チャララチャラララララ。あし、生まれも葛飾柴又。すいません、広島です。大丈夫か、俺の YouTube こんなんで。大丈夫か、まあいいや。な。もう私、今さら心配したってしゃあねえやな。もう。大丈夫だ、大丈夫。このまま行こう。ほら。あ、大丈夫今、レンズに止まなかった。キムチ鍋うまいね。バレンタインデー、今まで一番もらった高額なもの、あとね、生チョコとジッポライター。若い時タバコ吸ってたからね。生チョコとチップライター、あれが高かったんだ多分ね。
うん、おいしい。ね、あんだけ流行った生チョコもさ、最近見かけないよね、ほんと。もう流行ったとか一時もコンビニとかでもどこでも売ってたもんね、生チョコ。ふと思ったんだけど、最近全然見かけない。最近チョコレートといえばさ、もうコディバコディバみたいなさ、バカな人と思いな、明治のチョコレートで十分だっちゅうね。おいしい。美味しかった。お腹いっぱいあった。それでは、ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。